最初の単語はこちらです。モバイル可動性能。これは新天体シリーズですよね。はい、そうです。楽天モバイル知ってますよね。楽天モバイルというのは携帯電話の会社です。ただモバイルを携帯電話って思ってませんが、携帯電話っていうのは持ち運びのできる電話、つまり可動性の電話ってことですね。より理解を深めるためにパーツに分けて見てみましょう。 MO はムーブ、動かすのことだと思ってください。そして波線部分はエーブルと同じ語源です。動かすことのできる、それが可動性のとなるわけです。モーバイル可動性の、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ドキュメント、文章。これは新天体シリーズですよね。ドキュメンタリーです。ドキュメンタリー映画とかドキュメンタリードラマって聞きますよね。ドキュメンタリーっていうのは事実を記録したものです。文章は文字で記録したものですね。ドキュメント、文章、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ポスター、育む。僕ね、大学時代一人の彼女と半同棲生活してたんですよ。よくその彼女が泊まりに来てたんですね。で、僕大学時代はバイト三昧だったので、夜遅くにね帰ることが多かったんですね。彼女が来てる時は来てるよってことで黄色のタオルを干しておくっていうのが約束だったんですね。だからバイト終わりで帰った時に、あ、黄色のタオル干してやるって言ったら、僕はもう一生懸命喜びを抑えながらね、彼女の元に駆け寄ったみたいなね、そんなことがあったんですよ。でもね、やはり終わりはやってきます。彼女と別れた後タオルは干してないんですよ。そりゃそうですよ。でもね、僕はその黄色のタオルをついつい探してしまうんですよ。そう、干すタオルで愛を育んでたんです。干すタオルで育む愛、フォスター、育む、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。シンプトン、症状。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。フィンは共にという意味です。これはシンクロのシーンと同じですね。そしてプトンなんですが、落ちるという意味があります。これは難しいので、ポトンと落ちるって覚えてください。では共に落ちるでなぜ症状になるのかというと、例えば風邪の症状というのは鼻水が出たり咳が出たり、いろんな体の機能が一緒に落ちる、低下することですよね。シンプトン、症状、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。スケール、規模。こちらは新天体シリーズですよね。はい、スケールです。例えばスケールが大きい話って言いますよね。あれは規模が大きい話ってことです。スケール、規模、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。プロシージャー、手順。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。プロは前で、シードは進むという意味があります。これはサクシード、成功すると同じ語源です。成功者っていうのはその一つの業界で先に進んでいますよね。手順を踏むっていうのは何か目標を達成するときに前に進めていくことですよね。プロシージャー、手順、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。アドクエイト、十分な。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。 AD は方向を表します。そしてイコールが隠されてたんですね。では方向とイコールでなぜ十分なになるのかというと、方向が目標に向かって進んでいくイメージで考えてください。例えば大学受験に合格するのが目標だとすると、その大学に合格するには1000時間の勉強が必要だとします。その時に自分の勉強が1000時間とイコールになった時に合格しますよね。それって合格するのに十分な勉強時間ですよね。アドクエイト、十分な、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。パイル、積み重ね。こちらは新天体シリーズですよね。パイル字です。タオルなので、こういう生地見たことないですか。輪っかが積み重なっているのがパイル字って言うんです。パイル、積み重ね、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。コンパイル、編集する。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。はい、最初のコーンは一緒にって意味です。これはコンビネーションのコーンと一緒です。そしてパイルは重ねるって意味でしたね。一緒に重ねるがなぜ編集するになるのかというと、雑誌の編集を思い浮かべてください。雑誌というのはたくさんの記事を一緒に重ねていって一つの本にしますよね。コンパイル、編集する、はい、覚えた。最後の単語はこちらです。テクニック、技術。こちらは新天体シリーズですよね。はい、そうです。テクニックです。例えばサッカーのドリブルのテクニックがあるっていうのは、ドリブルの技術があるってことですね。これ簡単なんですが、発音注意なんですよ。みんなテクニックって思ってるでしょ。これテクニックが正しいので注意してくださいね。テクニック、技術、はい。
ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。はい、お疲れ様でした。単語のリクエストがあればコメント欄で教えてください。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。